ハーベイ・ジェ・ウォルターは、アメリカ合衆国のウイルス学者、アメリカ国立衛生研究所の名誉研究員、C 型肝炎ウイルスの研究で知られ、2020年には、ノーベル生理学、医学賞をマイケル・ホートン、チャールズ・ライスラと共に受賞した。1935年、アメリカ・ニューヨークのユダヤ人一家に生まれる。ロチェスター大学で医学を学び、1960年に、 医学学士号を取得した後、1961年から1964年まで、アメリカ国立衛生研究所に勤務する。その後は、ワシントン大学とジョージタウン大学の病院で、それぞれ勤務した。1969年には再び NIH に戻り、現在は名誉研究員を務めている。1964年には、 若き研究者として、バルーク・サミュエル・ブランバーグのハブザグの発見に参加した。また後に輸血によって引き起こされる肝炎の原因解明と対策のため血液サンプルの貯蔵プロジェクトを引いた。これをもとに、アメリカ政府は献血者及び臓器提供者の検診プログラムを開始し、輸血などによる感染リスクを1970年の30%から、 ほぼお礼に引き下げることができた。1970年代半ば、オルターのチームは輸血後に見られる肝炎の中で、最もよく見られる症例は、A 型肝炎でも、B 型肝炎でもないことを証明した。そして同僚との研究によって、チンパンジーを用いた、透過実験をもとに、新たな肝炎の型を発見した。当初は、ノン A ノン B と呼ばれていた。 これが、後の C 型肝炎ウイルスの発見へとつながり、1988年には、その存在が確かなものとされた。1989年4月に、ノン A ノン B は、C 型肝炎ウイルスと命名された。ありがとうございます。